掛川市は災害時に電気自動車を利用した電力供給について自動車メーカーと協定を結びました掛川市が協定を結んだのは静岡スバルの子会社クールジアースです南海トラフ巨大地震が想定される中災害時に掛川市内の避難所に最多で七台の電気自動車が派遣されます一台の車から 1500ワットが供給可能でおよそ250台のスマートフォンを充電できるということです久保田隆市長は協定の締結で電源が確保できるのは大変心強いと期待を寄せていました